動営作戦の情報管理のずさんさについて、豊田ソエムは最後の帝国海軍の中で次のように語っている。これは大変なことになれば戦火と心配したのは、機密の保持が極めて粗略であったという点だった。例えばオイルタンカーの監督官が私のところに挨拶に来ていろいろ話すのだが、何日に出て行って、作戦は何日から始まるというような、作戦方面の期日のことから作戦のおよその規模といったものまで大体知っている状況だった。私のところまで来て、尋ねもしないことまでベラベラ喋るくらいだから、相当広い範囲に事前に知れ渡っておった。なんというこの気の緩み。水も漏らさぬ情報統制を行って敢行した真珠湾攻撃と違って、ミッドウェイ作戦は、その辺の芸者まで攻撃目標を知っていたというか、近代戦は情報戦だという意識が日本軍の中で徹底されていなかったと言っていいのだ。 Kindle にてこれだけ読めば大英米戦争はわかるが発売中です。ぜひお求めください。